まで10秒前です。Qレースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまで3秒前。第9レース準決勝スタートしました。ハンデゼロでは片野が行きました。そして20メートル線では皆川、五十嵐の順、青木、春近、ダッシュがつきませんでした。最重班から小林、水木はトップスタートを切りました。さあ小林のここからの追い上げ注目。若井は7番手、最後方から浜野順、おっと稲川流れました。稲川滑ってしまいました。ここで3番手に五十嵐が上がっています。さらには小林が青木の内を狙って、この2コーナー付近4番手に上がってまいりました。片野が飛ばしています。先頭は片野梨沙、2番手に山明、そして3番手に五十嵐、4番手に8番小林瑞希が上がってきております。残りは4周回、片野のペースはどうか。じわりと山明が迫ってきています。そして3番手五十嵐、その五十嵐を滑りに行くのは8番の小林瑞希。3コーナーでズバッとインコース叩き込んでまいりまして、3、4コーナーのカーブやや懐が甘くなった。後方から若井も攻めようとしております。残りは3周回、飛ばしている片野が先頭だ。そして山明は2番手の位置、3番手は8番の小林瑞希。小林瑞希がさあ優勝戦圏内、かなり近いところまで上がってまいりました。この3、4コーナーのカーブで山明のすぐ後ろまで小林瑞希。残りは2周回終盤戦、片野が逃げる。2番手山明、ここを攻めに行くのは8番の小林瑞希だ。さあバック側では1番の山明を捉えました。3コーナーでは2番手上がった小林瑞希、先頭の片野も至近距離に、今2番手の位置。残り1周ブルーフラッグ、片野が逃げています。小林瑞希2番手の位置。さあ小林が射程に捉えました。ここで先頭に小林が上がった。さらには3番手若いとばかず、山明の内をさばいてありまして、3番手、しかし2番手まだ厳しい。まもなくチェッカーフラッグ、小林瑞希が制しました。勝因はスタートではなかろうかと思われます。小林瑞希30戦からトップスタート。スタートまで10秒前です。10レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。3秒前、第10レースの準決勝スタートしました。さあ最終半から神山が10メートル前を叩くのか、山田まで行くのか。6番の神山が一辺に20メートル線3台を叩きました。後方からは8番の松尾博文が7番の平田の内をさばいて、今6番手あたりまで上がっています。膨らんだ神山を救った松尾。先頭は1番の今田俊介、2番手は6番の神山、3番手は4番山田正弘、その後ろ8番松尾が続いております。松尾が山田の内を捉えて、さらに番手を上げました。さあ先頭に攻め上がるか6番の神山、1番の今田を切り返しまして、ここで踊るようにして6番神山が先頭に上がりました。そして追い足目立つのは松尾博文、こちらも速い攻めを披露しております。さあバック側では今田の内を捉えました松尾。3コーナーで松尾が2番手に上がっています。先頭神山、2番手が松尾、そして今田が3番手。残りは3周回、6番の神山がレースをリードしています。追い足勝るのは8番松尾博文、ぐんぐん間隔が縮まってきています。首位攻防戦は完全なる一騎打ち、6番の神山が先頭だ。松尾が追いすがる展開。さあ松尾が2番手からトップを狙うか。残りは2周回終盤の周回であります。神山が引っ張っています。先頭は神山、進路と切り返そうとした松尾でありますが、立ち上がりで滑りました。もう一度仕掛けられるかどうか。先頭6番の神山も滑っている。残り1周ブルーラック。さあ神山の滑りを見てまくろうという8番の松尾、しかしまくれない。先頭は神山、ここで内側から松尾は入りきれません。壁を作った6番神山が先頭だ。2番手は松尾博文、3番と4番山田正弘、神山速攻勝ち。2つ目の準決勝第10レース、6番の神和田拓海が制しました。10秒前です。11レースの発走でございます。ランプが消えます。
3秒前、11レースの準決勝スタートしました。最終半からのスタート争いでありますが、ほぼは下りか、20メートル線で5点踏んだのは田中進。ただここからの追い足はどうか。最終半から伊藤土坊が行きました。加賀屋最後尾、8番手からの競争であります。3番真中の内をついたのは5番の岩田博美。岩田が3番手で上がった。しかし7番の伊藤土坊がすぐさまこの争いに加わろうとしております。レーサー2周回目、先頭は石井大志、2番手には高塚、そして3番手岩田博美を指してくるのは伊藤の棒であります。伊藤の棒がさばいて今3コーナーでは3番手、さらには後方からは8番の加賀谷、中段を縫うようにして今5番手あたりまで上がってきています。残りは4周回、石井の逃げ、2番手高塚、そして伊藤の棒3番手、岩田博美、さらには加賀谷抱き上げ、中段の5番手に位置しております。最終半から先に仕掛ける伊藤の棒、さあ後ろからは加賀谷も来ております。残りは3周回、前がつながっておりましてなかなか行ききれません。さあ4番手を攻めてくるのは8番の加賀谷武明であります。前がつながっている伊藤どもは一気に行くのか、間を割ろうとしています。3コーナーから4コーナーでうまく高塚をさばいた伊藤どもを前が混んでいます。こうなると加賀谷のまくりが炸裂するのか。2コーナーの立ち上がり、伊藤の至近距離まで加賀谷が上がった。先に伊藤の棒が先頭に上がった。加賀谷もついてくる。最終班の2人が結果的には手をつなぐようにして先頭に待って、伊藤の棒と加賀谷のマッチアップになりました。残り1周ブルーフラッグ、3番手岩田博美になっています。先頭は伊藤の棒、伊藤の棒先頭だ。加賀谷が2番手の位置、最後のコーナーでは伊藤に外から並びかける。もう一度切り返しの体勢で加賀谷が並ぼうとしている。先頭争いわずかに伊藤の棒、わずかに伊藤の棒が制しました。11レースの準決勝。10秒前です。12レースの発走でございます。ランプが消えます。3秒前、第12レースの準決勝をスタートしました。小倉もバッチリスタートを決めていきました。おお、後ろの方から佐藤真也が10メートル前の2人を叩いていきました。これは佐藤真也最高の展開と思いきや、斉藤が差し返していく。さあ最終半からの追い上げ争いでありますが、現在佐藤真也が5番手の位置、先頭は小倉可憐、小倉が逃げている。2番手は中村幸典、前の引っ張りは相当速そうだ。さあ後ろから中村が2台さばいて6番手に上がっています。先頭は1番の小倉可憐、小倉が逃げています。2番手中村幸典、中村が佐藤真也を捉えて5番手に上がってまいりました。残りは4周回、小倉のペースであります。結構なペース、2番手の中村幸典もこちらもかなりの推進力。さあ中段で1人動いているのは中村、ここで4番の斉藤を捉えまして4番手に上がってきています。小倉が逃げる、小倉が逃げる、中村幸典2番手の位置、そして3番手には中村が攻め上がる。残りは3周回、中村が3番手、確かな足跡を刻んで上がってまいりました。逃げるのは小倉可憐、2番手は中村幸典、行き足はかなりインパクトがある中村雅人が今3番手からここで2番手を狙います。コーナーでは中村幸典を捉えた中村雅人が2番手に上がっています。逃げる小倉可憐、これは射程に捉えました。中村雅人一旦待ちました。先頭は小倉可憐、わずかに小倉可憐が先頭だ。2番手から中村雅人がここで小倉を捉えました。中村雅人が先頭に立っています。2番手に交代した小倉可憐、3番手から中村幸典。さあ中村幸典狙えるか狙えない。先頭は中村雅人、2番手は小倉可憐、中村幸典3番手、まもなくチェッカーブラック。中村雅人が人気に応えた。12レースの準決勝戦、中村雅人が制しました。
覚悟を決めましょう。1番人気は3番の神和田、40メートル最内、総タイムは3秒28。1年ぶりの優勝なるか。発走でございます。ブルーランプが消えます。3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。最終半から神和田が絶妙なるスタート。おっと、1番の小倉から大きく遅れてしまった。危ない危ない、これは1コーナーでアクシデントが発生しております。先頭は2番の片野里沙、片野が先頭だ。2番と3番の神谷田、3番と5番の小林瑞希という体制になりまして、競争は2周目、7番の中村と8番の松尾が接触転倒しております。先頭は2番の片野里沙、そして3番の神谷田が続いております。この競争では7番の中村、8番の松尾が接触転倒、1番の小倉可憐が競争中止しております。5台による競争になりましたが、この1コーナーでは神和田が攻め上がる。神和田が先頭に立っています。先頭は神和田、2番手に2番の片野、そして内をついてくるのは5番の小林瑞希であります。3コーナーから4コーナー2番手に小林が攻め上がりました。トップ争いは神和田、そして小林瑞希の勝負になりました。残りは3周回、神和田がレースをリードしています。5番の小林瑞希、2番手の位置バック側では一発で小林が捕まえた。3コーナーで小林が先頭に立っています。2番手は神和田、3番手が2番の片野里沙。レースは残り2周回終盤戦です。5番の小林瑞希は先頭だ。2番手は3番の神和田、3番手が2番の片野里沙という体制になりました。先頭は5番の小林瑞希、小林がレースをリードしています。2番手が3番の神和田匠、残り1周のブルーフラッグを今通過しました。小林瑞希は先頭です。2番手は3番の神和田、もう一度ありったけの力を振り絞って最後の勝負を狙いますが、体勢変わらず。3番手は2番の片野を捉えた4番伊藤の棒が上がっています。まもなくチェッカーブラック、5番の小林瑞希の優勝ゴール。10位レース優勝戦、大波乱のレースになりました。60円、2番人気、3連勝短式、5番、3番、4番、9800円、37番人気、3連勝複式、3と4と5の組。注目の結果は、おめでとうございます。ありがとうございます。今年初優勝となりましたけども、はい、まあ、タオルを持って声援してくださる方もたくさんいらっしゃいましたが、いかがでしたか？ファンの方も、はい、こういう皆さんの応援のおかげで、はい、優勝できて嬉しいです。はい、まず試走は 3.28 でしたけども、手応えはご自身の中でありましたか？車の状態は日に日に良くなって、今日が、はい、一番いい状態でした。おお、それではレースを振り返っていきます。まずスタート3番手あたりにつけてさばいていく展開となりましたけども、はい、振り返ってみてご自身でいかがでしたか？スタートちょっと失敗しちゃったんですけど、1周目で、はい、いいとこつけられて、はい、いけたと思います。はい、はい、その後神和田選手を追っていく展開になりましたけども、はい、朝練ではちょっと追いつけないところがあるということでしたけども、はい、もう追っているときはどのようなお気持ちでしたか？はい、自分の方がちょっと強いのかなっていう感じだったっす。はい、あとラスト2周半で神和田選手をさばきましたけども、先頭に立ったときはどうでしたか？とりあえず、体固くならないように、ペース上げられるように、はい、一生懸命走りました。はい、見事今年初優勝となりました。去年はスーパースタートライアル戦にも初出場されましたけども、成長を感じた部分はありましたか？去年1年間は、自分が目標としてたより、いい成績を残せて、特にメンタル面でかなり成長できたのかなと思ってます。おお、そのメンタル成長されたとのことですが、今年はどんな1年にしていきたいですか？去年たくさんいろんないいことも悪いことも経験させてもらったんで、これを生かして、より上を目指して一日一日真剣勝負していきたいです。はい、
次節は1月14日からの川口ナイトレースですね。意気込みも含めてファンの皆様にメッセージをお願いします。皆さんの応援のおかげで、今日優勝することができました。明日からまたナイトレース初日なんですけど、気持ちを切り替えて、気を引き締めて明日からも一戦一戦、やる気元気水木で真剣勝負していきます。応援よろしくお願いします。はい、見事初優勝を今年決めました小林水木選手でした。おめでとうございます。